皆さんこんにちは、りなです。今日は鉄板焼きを食べに来てます。まあ、どっちかというとこのお店はもんじゃ焼きが有名だから、東京に住んでた時期を思い出してもんじゃ焼きを食べたい気分になったからこのお店調べてきました。もんじゃ焼き見つけたよ。もんじゃベースにトッピングを自分で選ぶ。タカは何がいい？イカですね。イカ？イカ、豚肉。イカ、豚肉？タコ？いや、そんなめちゃめちゃいらないんだね。1,2,3,4 一番人気の4つを今選んだよ。あ、そうか。タカが定番の頭だね。すごいじゃん。もんじゃ焼きのトッピングは何にしましたか？豚とエビとイカ。あ、俺が言ったやつは一応入ってるね。私はチーズとモッチとかそういった感じは好きだけど。モチも美味しそうだね。はい、では乾杯。乾杯。面白いよこれ。黒糖梅酒のソーダ割り。お、来ました、もんじゃ焼き。スタッフの方がもんじゃ焼きを作ってくれるそうです。それだったら完璧になるでしょ。よかったね。トッピングしたエビ、火が通るまでちょっと待ってください。あー、なるほど、はい、完璧だね。店員さんが完璧に作ってくれましたよ。おサイドもあるよ、これ。何それ、美味しそう。ベーコンがついてるネギのサラダ、サラダかわかんないけど、なんか万能ネギサラダ。面白いね。いただきます。うん、うん、塩が効いてて、あとはシャキシャキでちょっとネギ感があるから、ちょっとの辛さがある。わ、美味しい。幸せ。出来上がりましたよ。食べ方わかりますか、もんじゃ焼き。いや、わかんない。こんな感じでちょっとだけを取って食べるでしょ。俺も実はわかりませんので、あは、コメント欄で教えてください、正しい食べ方、ね、間違ってるよって言われそうな。おいしい。キャベツのシャキシャキ感、あとはその海鮮と豚のミックスした感じは美味しい。もっと食べたい。大丈夫そうですか？確かに。はい。Gibt es bei euch irgendjemanden, der irgendwelche Allergien hat oder irgendwas, was sie nicht essen können? Alles kein Problem. Lena, ist das 店員さんでしたっけ？いや、違うよ。他の外国人を手伝ってあげようかなと思って。たまたまドイツ人だった。いただきます。あっ、うわ、だしうま。いや、だしか、その豚汁とイカのエビの感覚がミックスして美味しくなったか。話聞いてないね。はい。これがベスト。お、社長が焦げを集めております。一番美味しいんじゃない。もう全部焦がした方がいいよ。あ、焦げの方がうまい。ああ、これ俺の信じられないやつだね。誰が決めたのそれ。落としたよ。あっ、太ももに落ちた。カメラの裏の事実です。レナと戦争してたら落とした。関係ないよ。私たちは居酒屋に行くときに大体いつもトマトスライスを注文するよ。なんか失敗することもないし、ね、さっきレナが食べてたこの万能ネギいただきますか。あ、これね、はいはい。これはカリカリベーコン乗ってるよ。そう、カリカリベーコンで塩。すごいね。辛いのが美味しいわ。うわ、うまっ。そんなに急いで一気に食べる必要があるないよ。これあれだね、お酒のおつまみ最高だね。ああ、味めっちゃ濃くてめっちゃ美味しい。返してください。
か。これはキリンビールの広告じゃないと広告お待ちしてます。追加しましょうか。ああお好み焼き行きたいね。いやそれかもう一発もんじゃん。サマセンと焼きそば。え、お好み焼きなし？なしかな。食べれないと思うよ。じゃあお好み焼きはお腹が減る具合。まずはタマセンと焼きそば食べましょうか。うん、社長はタマセンが好きだね。私タマセンがタカのせいで好きになったよ。もう実は知らなかったよ。前世日本人なんじゃない？タマセンが好きでも日本人しかありえないね。タマセンこの庭も名古屋って書いてあるよ。多分このエリアだけだと思うよ。あ、そうなの？そう、タマセンは。もしかして全国の皆さんタマセン知らない？え、コメント欄で教えてほしいね。うん、教えてください。名古屋だったらタマセンどこ行っても祭り行ったら絶対あるもんね。お祭りの屋台で。うん、そう。皆さんもあるかどうか教えてください、ぜひ。で、私はチーズタマセンが好き。じゃあチーズタマセンと焼きそばでいこう。どうしました？最後まで食べた方がいいかなと。どうしました社長？すごい掃除してますね。掃除じゃないよ、これ食べようとしてるよ。これ実はめちゃめちゃうまいんじゃない？どうでしょう。はい、ありがとうございます。来ました、生ダイ。よいしょ、重た。ビールがあると私のやってることに興味がなくなるんだね。もちろん。おお。美味しいかな。もうちょっとキャベツがあればって感じ。食べる。あ、ありがとう。優しいんだね、今日。なんかお菓子みたいな。あ、そんな感じ。サクサクしたお菓子って感じ。はい、乾杯。乾杯。何、息のみ？ビール会社お待ちしてますこんな人あんなに美味しくビールを飲んでくれるからってめちゃめちゃ美味しい。タマセンが来ましたよ。チーズをトッピングしたよ。私の一番好きな食べ方だよ。これですよ、タマセン。わー、めっちゃいい感じ。せんべいに卵で、レナの場合はチーズをトッピングしてるから卵せんべいでタマセン。わー、すごいうまそう。うわ、見て逃げてるよ。チーズがとろーり出てる。逃げてるよ。ずっとチーズがみんな逃げてるよ、大丈夫？全部チーズ逃げてるよ、こっちの下に。どうすればいいの？チーズをすくって食べた方がいいよね。ね、ソースに絡んだチーズめっちゃ美味しいじゃないですか。それ俺も食べたいから一人で食べないでくださいね。他に？もうチーズはなくなったんじゃない？で、なんか先食べて。可能性ある。いや、ここに出てるよ。いや、出てるよって言ったら食べたやん信じられないね。出てるよってくれるかと思ったら出てるよって食べたよこの女おお、焼きそば来ました。おお、トッピングは豚、エビ、イカ。さっきともんじゃ焼きと一緒。タカが簡単な人間なんでおいしい。完璧に作られた感じがする。味濃いですか？エビちゃんと豚ちゃんと、わー、これ見て、もう匂いが最高だもんね。熱々、鉄板のいいとこだよね。熱々で食べれるっていう、常に。うん、あれ、お酒頼みました？うん、頼んだよ。乾杯しておきますか？他と違って少ないよ。はい、確かに少な乾杯乾杯。あー、美味しいよ、ピーチウロン。何を見てるの？ラストオーダー。え、結局あれを食べたいの？お好み焼き。いや、お好み焼きもう無理だよね。お腹ポンポン。ここにはまだ残ってるよ。焼きそば食べ終わって串焼きのタコ食べたくて、うんうん、あと椎茸も食べたい。レナも椎茸好きでしょ、うん、椎茸は美味しい。椎茸とタコと
あと鉄板焼きでエリンギのバター焼きかジャガバター、どっちがいい？ジャガイモが重い。ホルモンの野菜焼きもありジューシーウインナーがあった。みんないらないな。じゃあエリンギのバター焼きにしましょうか。はい、何をやってるの？こういうことじゃないよ。あれじゃん、万能ネギ焼きそばじゃん。わかる、これが新しいメニューを考案してる。これタカのクリエーションを食べてる ね。美味しそう。いや、それは言ってないよ。見てこれ、ほら万能ネギ焼きそば万能ネギの味が強すぎて万能ネギになってる焼きそばの味消えた。残念。でも美味しい。タコやば、見てこれ、いい色だね。これタコ半端じゃないでこれ。はい、ではでは油、タカがクッキングしてくれるの？俺が鉄板、そんないらないよ。え、何をやってるの？これぐらいだよ。こう油でこう滑らかにして、だから どれぐらい焼こうとしてるの？こんなスペースいらない。俺は広々焼きたいの、わかる？こう狭いところで焼きたくないの、広々焼きたい。椎茸と、椎茸とタコちゃん、やばいよマジでこれは時間かかりますね。ついてる社長、お酒飲んでないでひっくり返してくださいよ。はい、ノーノー、まだまだって感じ。はぁ、火を強めた方がいいんじゃない？これじっくり焼くのが美味しいんじゃないの？わかりません、何も起きてないからそれは何ソースですか？知らない。え、知らないソースをかけてるんですか？やめていろんなものに知らないソースをかけるのやめてください。メガネ買いに行こうかな。メガネ買いに行きますか？このメガネでいいんじゃないですか？タカも2つのメガネあるの？私も2つのメガネが欲しい。皆さんどう思いますか？レナ社長のこのメガネ、気分によってメガネを変えたい。こういうメガネが似合うなという意見があればコメント欄で教えてください。私はあのターコイズとかのメガネが欲しい。ターコイズブルー、どうですかね。椎茸出来上がりました。めちゃくちゃいい匂いするこの椎茸、色もいい、肉厚だし、椎茸も美味しい。待ってよかった、日本の椎茸抜群だもんね。もう一個欲しい。これは俺のだよ触るな。タコが出来上がったっぽいので、見てこのでかい肉厚タコ、やばくね？やば、弾力やば。はい、ありがとうございます。でかエリンギでか。じゃあ一個ずつ焼きますか。あ、油っか。バターがあるから油そんないらないよ。あ、え、バターをこう引いて焼く、それかバターとバターすいません、これってバターをここに引きながらエリンギを焼いていけばいい。あ、わかりました。はい、わからないときは聞きましょうこれ恥ずかしがってたらね、良くないからね。わかんなければ聞きましょう。はい、はい、アホを焼いてくださいなんだ、ありがとうと言って。あのバターそんなにあの伸ばさなくていいよ。あ、この辺でエリンギさんを、うわやば、これでかっ。あーはー、芸術。エリンギって焼けるの早いんだね。これも焼けてきましたよ。だいたいいけるんじゃない？タカの味付けが いいかどうかをチェックします。熱い。うわ、すごっ、見えた今エリンギの水分がすごいジュワーって出てた。熱すぎるよ。ラストエリンギです、いただきます。熱いよ、熱いよ、熱いよ。言ったけど、あ、熱く言ってあげたのに。うま、最後のビールですか？最後ビールです。
はい、ありがとうございます。水同じ顔をする。やば、なんだ一緒の顔だよ。水の CM もお待ちしてます。美味しい。ごちそうさまでした。本当にめちゃくちゃ美味しかったね。美味しかった。こんなお店はおすすめします。鉄板焼き最高です。ちなみにこの動画が楽しかったなら次にこの動画を見てみてください。これも絶対に楽しいよ。じゃあまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。